L 特急の方向幕上の表示の例 L 特急とは、かつて使われていた中高で、運行本数の多い JR 在来線の特急列車の愛称である。特急料金は特急と同額。時刻表や列車のヘッドマーク、方向幕では L を新幹線0系電車のシルエットに図案化した記号で表されていた。L 特急の名称が初めて登場したのは9。Q 日本国有鉄道時代の1972年10月2日のダイヤ改正である。このダイヤ改正では、白新線、上越本線の電化が完了し、前原駅、青森駅間のいわゆる日本海、中間線の全線電化が実現した。同年3月15日のダイヤ改正における、山陽新幹線の新大阪駅、岡山駅間と、合わせて全国特急門が完成したことを機に、 昼間毎時度分に発着する九州の在来線特急にニックネームとして関したのが始まりである。ただし、この年の10月号の日本交通公社発行時刻表には L 特急の記載はなく11月号からになった。名称の L には特に意味はなく特急や直行便あるいはラッキー、ラブリー、ライトの頭文字を取ったもの、ライナーに人々に可愛がってもらえる。 リートルの意味を合わせた命名とされており、数字満、かっきり発車、自由席をコンセプトとした新聞一。また同一方面に等間隔で特急を設定するダイヤは当時イギリス国鉄が運行していたインターシティをヒントにしたものである。まだ一般的に都市間輸送は急行が主力をなし、数少ない特急は全席指定が原則だった時代に特急のダイヤを パターン化して自由席を設置、さらに自由席特急券付き回数券を販売したりして特急大集化に努めようという画期的な試みであり、毎時0分など等間隔の始発駅出発や自由席の選択可能な列車を1日複数本運転する形として運行、新聞1。国鉄らしからぬソフトなネーミングも受け、 その故障をつけた特急はその後も増加し、例えば、合算等との地に称された1978年10月2日、実施のダイヤ改正では25種、最盛期の昭和50年代後半には30種以上を数えるまでに成長し新幹線に並ぶ利益率を誇った新聞1。もともと L 特急という故障自体に明確な定義がなかったことに加え、 その後一部例外を除いてほぼすべての特急に自由席が設けられたり、全国的に急行が大幅に削減されて特急に編入されたり、新幹線の延伸により、並行在来線の特急が廃止となるケースが増えたり、すると様々な影響により、徐々に本数の多い特急にあえてこの故障を与える意義が薄れてゆく。利用者からも、普通の特急と L 特急は、 料金も異なるのかといった疑問も寄せられ、列車種別として区別すること自体への否定的見解も多くなっていた。特に、1987年4月1日の国鉄分割民営化後は、各会社間で、その故障に対する解釈の食い違いが目立った。例として、白山のように運行終了に近い1990年代には、一往復しかないのに、L 特急に分類されたり、 速達列車を強調するためのスーパーの本数が多いのにもかかわらず、L 特急でないケースも出てきた。また、関西空港連絡特急、はるかは1998年12月以降に自由席が設定されたが、運行本数が多いにもかかわらず、L 特急指定をされていない。こうした風潮の中で、東日本旅客鉄道では、特急との区別がわかりにくいということで、 2002年12月1日のダイヤ改正により、東海旅客鉄道から乗り入れる、信濃を除いて、自社内で運行している全ての L 特急の故障を廃止し、特急に解消した新聞に、九州旅客鉄道では新しく設定された列車で、あっても積極的に L 特急の故障を使用していたが、これは系統分割、相性の変更によるものであった。 そのため基本的には、旧国鉄時代に新幹線接続電車特急として、L 特急指定を受けた列車は引き続き運転されて、いたが、JR 時刻表、JTB 時刻表の2008年7月号より、その故障を廃止し、案内上でも使用を停止した、新聞に。同様に、西日本旅客鉄道でも、白杉及び JR 東海から乗り入れる、 ひだを除き JR。北海道旅客鉄道では、道内完結の列車について、特別急行イコール起動車特急、長距離、基本的にグリーン車連結、指定席中心、L 特急イコール電車特急、単中距離、自由席中心という区別が守られ、L 特急は特急列車の中でも、回収別的な意味合いで使われてきた。しかし、2017年3月4日の、 ダイヤ改正による東北方面特急列車再編により、グリーン車を連結した電車特急であるライラックの運転が始まることに合わせ、L 特急の名称を冠していたスーパーカムイ、スズランの両列車から L 特急の名称が外され、L 特急の名称を廃止した報道1。最後に残った東海旅客鉄道も東日本旅客鉄道。 西日本旅客鉄道に乗り入れる列車を含め、L 特急の故障を使用し続けていたが、2018年3月17日のダイヤ改正をもって廃止。これにより、L 特急の名称は完全に消えることになった新聞さん。1972年当時は国鉄旅客局営業課長であり、L 特急創設の準備に携わった津田博士相談役が、 当初の理念が達成された上での卒業、目的は達成されたとして自ら廃止を提案した形となっている新聞1。2018年3月17日のダイヤ改正で廃止時点の L 特急は日害を除いて電車特急であった新聞1。国鉄時代から廃止に至るまで L 特急の存在した前時代を通して L 特急はもっぱら電車特急であって 機動車特急で L 特急を名乗る列車は、ひだなどがあったものの少数派にとどまった。なお、客車特急で L 特急を名乗った列車も一部、臨時の有明や踊り子などに存在した。国鉄時代の機動車、L 特急のうち、全列車機動車であった例は、白尾線が全線電化される1982年7月1日以前に、 キハ181系機動車で運行された特急役務及び1986年11月1日ダイヤ改正で指定された特急潮風のみである。他には特急シナノが中央再宣伝化後も2年間はキハ181系がに往復のみ残ったケース日輪のうち博多駅西鹿児島駅間直通系統の列車位置往復が 日本本線前線連下1年後の1980年まで、キハ80系機動車で存在していたケースのみであった。ただし、日輪のうち、宮崎伊北のみの系統は485系で運転されていた。そのため、1982年7月1日の約も381系化か,から、1986年11月1日のダイヤ改正に伴う、 潮風の L 特急かまでは、機動車の L 特急は存在していなかった。また、1996年3月30日から1997年3月22日の、秋田新幹線改め機構時に伴う、田沢湖線運休時に1年間だけ、暫定運転された、キハ110系機動車の秋田リレーがある。この列車群は、従前の田沢の代替であることから、 L 特急として設定されたが、結果的に JR 東日本が新設した最後の L 特急となっているとともに JR 東日本が機動車で設定した唯一の定期特急ともなった。太字は L 特急指定解除後も現在まで運転されている列車。L 特急指定解除後もヘッドマークに L マークを残したまま運行されている列車も存在する。ありがとうございます。